るのが関の山じゃないか。確かに王国内を混乱させるなら都市を狙った方が良さそうだが、ただこの学園は各界の領家子女が集まっているらしい。噂じゃリベル王家の姫君がお忍びで在籍してるって話だぞ。王家の姫君、クローディア姫ってことか。それはないさ。王城で暮らしているという話だし、ただ怪盗紳士がご囚人という娘が、コッギルバートはそれが誰なのか突き止めるつもりらしいぞ。なるほど、それが本当ならいい点数稼ぎにはなりそうだな。しかしそうなると軍やギルドが警戒する必要がありそうだ。何、占拠したばかりだしすぐには気づかれないだろ。それに連中は俺たちと違って動力兵器が使えないんだ。火力を集中すれば撃退でき、うん、確かに。持ち出しやがって。このままだと突破される。大体犠牲の連中を呼ぶぞ。始まったわね。うん、この先の裏門の鍵はすぐに開くと思う。わかった、速やかに各施設に侵入し拘束された人々を救出する。救出した者は手帳の人質リストでチェックしていくことにしよう。了解。Let's go! Listen.